よし、ということで今日もあつ森やっていきたいと思います。で、タイトルとサムネにもある通り、今日はですね、人気住民ランキングを見ていきたいと思います。はい、人気住民ランキングということで、またまたトップ30がね、最新版として公開されていたので、そちらの方をね、見ていければなと思いますね。はい、ということで早速中身に入っていきましょうか。その前にまだね、チャンネル登録されてない方がもしいらっしゃいましたら、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで中身いきましょうか。よいしょと。さあ、こちらゲームウィズさんのサイトになります。詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよければそちらの方をご覧いただければなと思いますね。はい、ではではでは、1位は誰なのか今回。まあなんとなく想像はつくけどね、おそらく俺の予想なんだけど、いやー、やっぱり1位はジュン君かな。うん、なんかね、ジュンとジャックとチャチャマルのトップ3はもう揺るぎないってイメージがあるわね。この3匹がトップ3をまあ独占していて、でその中で順位が変動するみたいな、うん、そういったイメージ。まあ長い間そんな感じでしたからね。まあとりあえずね、見ていきましょうか。いやー、気になるな、1位は誰なのか。さあ、どうだ。うわっ、エジー・ジュン君だったー。やっぱりか。え、これさ、何回連続でジュン君なんだろう。なんかさ、ずっとジュン君ってイメージがあるんだけどね、あながち間違いじゃない気がするね。はい、ということでジュン君でした。で、2位はチャチャマルー。きたー、チャチャマル。さすが、3月18日生まれ、ちゃちゃまるくんということで、いや、さすがですね。で、サイヤもちらっと見えちゃってんだけど、ジャックですね。いやー、けどやっぱり予想通り、このトップ3はやっぱ揺るぎないよな。うん。なんかね、この3匹の中で、まあ、トップ3を争ってるってイメージだわ。まあ、場合によってはちゃちゃまるが1位になってたりとか、ジュンくんが2位になってたりとかね。うん。ただ、ジュンくん、ちゃちゃまる、ジャックが4位以降になってるの見たことないからね。まあ大体ね、うん、この3匹で争ってるイメージ。で、4位は、おおおお、我らがアイドル、ブーケちゃん。さすがブーケ。で、5位はビンタか。おぉ。けどやっぱりさ、ブーケとビンタも、ね、だいぶ昔の動物森シリーズからいるわけなんですけど、やっぱりね、人気は不動ですね。うん。人気は揺るぎないみたいな。やっぱり安定って感じがするわ。うん。で、6位が新キャラのみすずちゃん。そう、みすずちゃんも人気ですよね。7位ラムネか。おお。なんか、あつ森になってからさらに人気になりましたよね。なんかその、昔のシリーズからラムネちゃんってすごく人気の猫キャラだったんですけど、ただですね、あつ森になってからめちゃくちゃ株上げてる気がする。そう。まあ、確か人気っちゃ人気なんだけど、そんななんか人気かって言われると、ちょっとね、難しいところがあったんだけど、今回はマジで確固たる地位をね、気づいてますね。しかもね、皆さんメルカリ普段から見てますか？どうですか？そう、ラムネちゃんのアミーボカードの相場もね、めちゃくちゃ高くて、なんと1万円台なんですよ。やばいよね。ラムネちゃん呼ぶために1万円よ。すごいよな。だってゲームソフトの値段がさ、だいたい6000円ぐらいよ。そう考えると、やばくないか。もう完全に価格破壊じゃないかみたいな。ね、まさにそんな感じよ。で、8位がイチゴ。お、さすがだね。イチゴ。ね、やっぱりさ、こう見てみると、猫系住民の人気は際立ちますね。うん。だってさ、これトップ10のうちに、何匹これ猫系住民入ってんの ?5 匹か。だから10匹中5匹ということで、本当になんか猫系住民がね、動物森の看板なんだなと実感しますよね。うん。まあ、そんな感じよ。で、次、モニカー来たー、9位。なんかね、ロボくんがね、一時期なんかランキングに入ってて、6位とか7位らへんに食い込んでた時あったんだけど、確か前回がそんな感じだったかな。モニカがまたここで巻き返してきた。そう、モニカちゃんね、トップ10圏外でしたから。確か前回と前々回。またまたここでやってきたか。いやーけど、モニカのキャラ、いいよね。そう、元気系キャラなんだけど、いやーけど、元気といえばやっぱりモニカかブーケ、どちらかのイメージがあるわ。うん。大体なんかどちらかのイメージですね。ただまあまあまあ、予想通りのね、まあ、感じの順位になってるんじゃないかなと思いますね。まあ今ね、1位から10位までざっくりとね、見たんですけど、
まあ予想通りっちゃ予想通りですよ。まあトップ3に関してはやっぱこのような形になると思ってたし、まあトップ10に関してもね、まあまあまあ同じような顔ぶれかなと思ってます。まあ多少のね順位の変動はあるんだけど、ベースとしてはほぼほぼ変わらないみたいな感じではないでしょうか。そしてですね、10位になんとね、グルミーンが入っている。ただこうね、この見た目からね、うん、ちょっと考えられないけど、実は元気系キャラっていうね、そう、グルミン実は元気系キャラなんですよ。なんかそこが若干意外ですよね。そう、なんかね、見た目は割と普通系な感じがするんだけど、実はね、元気キャラっていうね、はい。ってことで、さあ、このような順位になっております。皆さん、いかがでしょうか？いやー、けどやっぱりね、うん、なんか改めて見ると残党な順位になってるのかなと思いますね、うん、まあ、まさにこのような順位になるだろうみたいな。で、次は11位から20位のキャラ行ってみましょう。うわっ、早速出たね。で11位ペーター来たー。しかナンバーワンの人気を誇るあのペーターくんが11位に入ってくる。なるほど。で12位がパッチ、13位がシベリアで、14位がデム君。おお。で、ロボがちょっと順位が落ちちゃったのかな、これ。うん。なんかね、多分前々回ぐらいだと思うんだけど、だいぶ上位に入ってたからね。うわ、ロボ、こんな人気なのかと思ってたけど、ね、この順位なんですよ。ちなみに、ロボは怖い系住民になりますね。そう、怖い系住民ということで、そう、ロボ君めちゃくちゃいいよね。そう、シベリアとロボくんね、超好きなんだよね。てか、やっぱりこう見てみると、狼系住民も人気ですね。はい。で、15位が、なんと、グミちゃん。はい。グミちゃん。やっぱり人気ですね。はい。ってことで、次は、誰だ？お、ゆきみちゃん。あれ？ちょっと待ってよ。なんか順位おかしくないか？あれれれれれ、なんか16位消えてるけど大丈夫か？これは集計ミスかな、まあいいや。はい、ということで17位はゆきみちゃんということで、果たして16位は誰だったんでしょうか。ちょっとわかりませんけど。で、アップル、リッキー、フランスはって順か。ほうほうほう。なるほどね。ちなみに、あつ森で登場するキャラクターはね、全部で確か約400匹かな。確かね、400匹いたかと思います。なので、トップ20に入ってるだけでも相当すごいんですよね。そう。むしろめちゃくちゃすごいからな。はい。いやー、本当に存在感がすごいなと思いました。フランスはリッキー、アップル、ユキミ、グミか。うん。なるほどね。さあ、そういったところで、次行きましょうか。さあ、いよいよ21位から30位のキャラということで、果たして、誰なのか。早速見ていきたいと思います。よいしょと。うわ！タコヤ。21位、おめでとうございます。で、22位、ビアンカ、おめでとうございます。で、23位、クリスティーヌちゃんということで、お姉ちゃんには負けてしまったが、やはり人気は変わらずという感じでしょうか。いや、素晴らしい順位ですね。けどやっぱりさ、ケケアイドルは人気ですよ。フランサとクリスティーヌね、姉妹揃ってトップ30入り、おめでとうございます。で、24位はリリアン。やっぱウサギ、オオカミ、コグマ、猫はすごく人気ですよね。なんか全体的にやっぱ順位高いよな。で、ドレミちゃんが25位、お邪魔女ドレミが25位か。なるほど。で、26位がアポロ。なるほど。で、ハムスケが同率か。おお、なるほどね。同率26位ということで、ハムスケハキハキ系住民。で、28位がメイプルちゃん。てかすごいな、コグマとハムスターめっちゃ入ってくるね。で、29位がキャラメルちゃん。さあ、犬系住民ナンバーワンのキャラが登場いたしました。で、30位がなんとニコバン。そう、ニコバンでさ、俺最初見た時、実はね、女の子だと思ってたんだよ。同じような人いませんか？そう、ニコバンね、話しかけたらわかるんだけど、実はね、男の子なんですよ。ぼんやり系の。なんかそこが若干意外でしたね。そう、ニコバンかわいい、マジか、女の子かなと思ったら、なんと男でしたみたいな。
いやそういったところでね、なかなか中性的ですよ。で、このニコバン君なんだけど、皆さん見てください、誕生日。なんとね、1月1日なんですよ。まさかの正月に誕生日ということで、かなり珍しい形になっております。いやーすごいね、1月1日に誕生日って。で、まさかの366分の1をここで引き当てていくっていうね。はい、ということで人気住民ランキングトップ30でした。皆さんいかがだったでしょうか。まあ総括としましてはね、まあ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 順位としてはまあ順当じゃないかなとね、妥当じゃないかなと思いました。まあおそらくそんな感じじゃないかなと思ってたんですけど、予想通りって感じか。ただですね、やっぱり順位に変動があるなと思ったのと、あとはね、うん、タコリーナ、皆さん知ってますよね。そう、タコリーナちゃんもね、めちゃくちゃ人気なんだけど、おー、30位に入れないんだと思って。まあ、やっぱり激戦区だからな、この30位っていうこの絶妙なラインがね。そう、約400匹中30位でしょ？まあ、要するに、上位 10% 以内に入らないとランキングに乗れないわけなんですよ。いやー、けど、上位ね、やっぱ 10% で考えると相当難しいよな。はい、ってことでそういったお話でした。皆さんいかがだったでしょうか。いやーだけど素晴らしいね、本当にこう見てみると、うん、いやー、じゅんくん1位おめでとうございます。改めて、ただじゅんくん1位なんだけど、これをね引きずり下ろせる住民がね、今のところなかなかいないんですよね。まあ、チャチャマルジャックももちろん人気なんだけど、やっぱりジュン君を倒すことはできないか。いや、もしかすると、このままずっとね、ジュン君がしばらく1位かもしれませんね。まあ、もしかすると、今後ね、新住民が出るかもしれませんが、ただ出る確率ってどうなんだろう。ね。集まれ動物森、発売して、もうね、なんと8ヶ月以上経つわけなんですけど、新住民がね追加で8匹しかいないっていうのがな、ちょっと少ない感じもするけど、ただね、まあ追加で住民が例えばねアップデートで追加されたとしても、それこそね、うん、まだ早いと思うんですよ。8ヶ月でしょ。やっぱり2年ぐらい経たないと新住民で登場しないんじゃないかなと個人的には予想してますね。まあ、もしかするとまあ来年ね、3月20日に1周年を迎えるわけなんで、その時に新しい住民が追加されるかもしれないけど、ただまあ追加される可能性と、うん、追加されない可能性と追加される可能性をね、比較すると、まあ、ちょっと難しい感じもしますよね。はい。ってことで、まあそういったお話でした。お！君はまさか、タンタンちゃんじゃないか！おぉ！わっ！なんだなんだなんだ、今日おかしいな。え、めちゃくちゃなんか広場の前に住民たちがいるんだけど。うお、筋トレ三重士。うわぁ、なんか珍しいメンツで筋トレしてるな。え、どうしたん。うわ、体操服だ。金くれ、何でもしますから、こんなところで会えるなんて僕たち気が合うのかも、金くれ。うん、お金が随分好きなんだね、日誌。ってことでお話を。今日はちょっとだけ寝坊しちゃったんだ。え、それだけ？おい、それだけかよ。もうちょっと会話しようぜ。そしてちょっと待って、ジャックの顔がヤバすぎる。お前完全死にかけじゃねえか、大丈夫か。ってことでちょっと新リアクション試していこうか。よいしょ、俺も体操しようっと。よいしょよいしょよいしょ、ちょ、お前らも体操しろ。いやだから体操いいね。皆さん体操してますか。けど運動不足になるよな、やっぱりね。意識的にこうやって運動していかないとね、なかなかね運動する癖ってつかないからな。よいしょ。てかみんなめっちゃニコニコしてくれるな、嬉しい限りよ。てか住民たち可愛いよな、こう見てみると。ほんと、うわ、今勇ましい顔が一瞬見えたね。うわー、すごいな。え、待って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 、え、フレルお姉さん早すぎないこれ、筋トレのスピード。え、お前やばいな。え、実はムキムキ説爆弾した、これね。横でジャックはサボってるんだけど、お前フリルお姉さん早すぎやろ。よっしゃ、もう今日も会えたね、お疲れ、おしゃべりしよう。ここ最近のうちは絶好調さ、今日の天気みたいにね、お疲れ。いい、今日はお、快晴だ。ほんとだね、
天気めちゃくちゃいいな。ほんまやん。雲一つないと見せかけてなかった。おお、なかなか珍しいね、快晴って。おはよう、金くれい。めちゃくちゃ金を請求されていく。はん、さっきかなり歩いたし、もうお腹の中のマンゴープリンは完全に消化されてるよね。マンゴープリン、俺はね、プッチンプリン派だわ。マンゴープリンではないな。マンゴープリンってどうなんだろう、美味しいのかな。俺はね、マンゴープリン実は食べたことないんだけど、マンゴー自体がね、そこまで好きじゃないんだわ。なんだかんだ言ってね、普通のね、卵をね、モチーフにしたプリンの方が美味しいんじゃないかな。どうなんだろう。アラン、シャ様、すごい金くれい。めっちゃ金請求してくるな。今日はいつもより早起きできたから、一杯余剰片付けられて、なんだか得した気分だわ。なるほどね。まあ、早起きは三文の得って言うからね。早起きはすごく重要ですよ。ね。ちなみに僕もね、最近はかなり早起きになりまして、朝の6時過ぎにはもう起きてるかな。そう。今まではね、外出する寸前に起きてたんですけど、今ではね、かなり規則正しい生活になってしまっている。けどなんだかんだでさ、やっぱり早起きするのが一番いいよね。なんか今まではなんか夜型だったんだよね。基本的に夜に活動するみたいな感じの生活スタイルだったんだけど、朝型に変えたことによって肌のツヤも良くなったし、あとはね、目覚めもすっきりするようになったし、なんかいろいろね、いいことづくめな感じがするわ。まあ一日に覚醒する時間ってさ、まあいつ寝てもさ、大体同じなんだけど、やっぱり朝に起きることによって生活リズムがやっぱりね、整いますよね。自分になんかいい影響がある気がするわ。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。最後にチャンネル登録も忘れずによろしくお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。